ワイさんなんかあの CBU とか好きそうなイメージあります。CBU？ CBU っす、あの町っす。パワープラとかそこら辺のなんか田舎のあんま人気の街を降りたがらないタイプだな。俺そう、打ち合いたいとかじゃなくて全試合勝ちたいタイプの人だから。あーはいはいはい。いやもうそんなね、真面目な荒野行動トークはいいんですよ。いやー確かにいいですよ、そういうのはもう、うちの子たちはもうそういうのもう、もうおっぱいしちゃん、はい、今日真面目な話なの、じゃあもう見るのやめるってなっちゃうから。なんかエチエチなそういう話とか。エチエチな話そう、そういうことっすよね。動画ではどの辺まで話したことあるんですか、マロさんは。自分のエチエチな話じゃ。僕がよく見てるゴクちゃんさんたちとか、あのザンゲチちゃんたちが出てるときはちょっとなんかあれぐらいは喋れないかもしれない。喋れない、なるほどっすね。喋れないっていうか多分まあ喋ってない。いや喋ったことがないっすね。あじゃあちょっとどの辺から掘り返したいっすか。あれですか、性癖とかそういうことですか。あでも僕でも結構喋りたいっすね。それ逆にね、じゃあちょっとあれ欲しがってるみたいな。じゃあ性癖、マロさんの性癖教えてください。性癖っていうよりかは、おぱしさんって着ながら、はい、なんていうんですかね、着てる方が興奮するのか、なんかもう裸体の方が興奮するのか、どっちタイプですか、おぱしさん。それは全部の行為をしてる時ですか。行為中なのか、ただ単に目の前に裸の女が現れるのと、はい、おっぱいでかいお姉ちゃんのセクシーな服で現れるのどっちがいいかって意味ですか。あの行為する時ですね。行為だったら、はい、基本はでも全裸じゃないですか。あマジっすか、はい。僕なんか結構なんか着てる方がなんか、はい、燃えるタイプなんですよね。はいはいはい。何を着させるの、はい、僕コスプレとか結構なんか見たりするの好きなんで、はいはいはい、アニメ系でもいいし、なんかもう別になんかそういうメイドさんとかでもいいしって。あ、そう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 。何あなた裏でご主人様してんの。いや、してないしてないし、やめてください。そっち系な感じで可愛げないね、何も。ヒカルさんみたいな感じじゃないんで、俺の性奴隷になれよとか言ってリスナーの女の子にメイドさせてんの。俺の性奴隷になるよじゃないんで。突然ヒカルさんに喧嘩んのやめろ。いや多分ヒカルさんは多分大丈夫なんで。ヒカルさんなら大丈夫じゃねえよ。俺ヒカルさんとコラボしてるから一回。本当ですか。コラボしてるよ、俺ヒカルさんとあれやってるよ、小屋子と一緒に。もしかしてあれって、あれって本当、あれ、ほんまもんのヒカルさんや、あれ。知らなかった。あれ、ほんまもんのヒカルさん。あれ、本物だったんだ、俺。ずっと絶対なんかその声真似ができる偽物かと思ってました。私、ヒイラギミューじゃないんだから。服着てる以外は何かないんですか。服着てしたい。ああ、服着てる以外。服着てる以外は、そんなこだわりはないっすね。なんか、なんでもバッチコみたいな感じ。マロ君でゴムつけるタイプですか。つけますよ、そりゃ。なんで今止まったんですか。いや、あの、つけます、つけます、つけます。基本的には つけるっすけど、たぶん。いやっていうやつはつけねえんだよな。基本的にはつけてるやつはつけねえぞ。わあ、かわいげねえな。あれつけますね。はい。そこはつけるんですけど、あんまり多分いけないときとかはっていう感じです。なんか、結構本当にガチな話なんですけど、僕は、いや、行為をしたことある回数は結構あるんですよ。はい、あるんすけど、その一人の人としかしたことがないっていう。かわいいかよ。めっちゃただ可愛いだけじゃないけど、その元カノぐらいしかないんで。元カノに何メイド服着させてご主人様ってメスブタって踏んでたの。やばいな、これ待って、これ大丈夫かな。大丈夫でしょ、もうただのいいやつじゃん。元カノなんだったら全然 OK でしょ。ファンとかね、なんかキャバ嬢での知り合った子に金払ってやってたとか言ったら、うわ可愛げねーって思うけど。なんかでも僕もなんか内心でもそういうなんか都合のいい人とかできたらいいんじゃないかなって思わなくもないですけど、なんか難しくないですか、その割り切りっていうのが。いやまあ確かに難しいと思いますよ。若い頃ってみんな憧れるよね、セーフレ欲しいって絶対なるよね。あー憧れました、それめっちゃ憧れました。何が起きればセフレってありえるんって高校の時めっちゃ思わない。だってめっちゃ思うよね。間違いない。そう、若い時は なんでこっちはわざわざどうでもいい女相手に告白して無理やりつけてようやくやらせてもらえるのに、お前ら何なんみたいになるよね、高校の時とかって。なります、マジでなります。あのなんか羨ましいですよね、なんかそういう話きっと。そうどうせ嘘だろって思ってたけど、大人になってみると思ってました。あ、そういうもんなんだってなるよね。そうなんですよ、マジで。みんなすごいなんかズブズブじゃないですか。なんかズブズブズブっていうか、なんかギトギトっていうか、ギトギトギトっていうか、もうてか、あとは大学の時の同級生の女の子たちって、いやワンナイトとかしたことないしとか言ってて、彼氏とだけとか経験人数2人とか言ってるけど、あいつらみんなワンナイトしてるからな、裏で。マジで大人だって本当思う。本当思う。女の子はみんな女優だから、自分の評価下がる話しないだけだから。あ、大学生の同級生レベルだと、お前ワンナイトとかしてんの、やりまんじゃんとか言ってドン引かれんじゃんとか、好きな子に嫌がられたりすんじゃん、好きな人に。
でも別に、ね、もう28歳とかの俺ら相手だったら何言ったところで俺ら聞かないから別に遠行してたって言われても不運しか言わないからそんなみんな実はみたいな感じでうわみんなやってるってなるから多分できそうですけどねなんか一回やっちゃえばみたいなところあるかもしれないですけど一回やっちゃうまでが怖いですよねいや大丈夫ですよ意外と俺も高校の時にあの付き合ってない女の子と、はいまあ、エッチしようみたいな空気になってはいはい、よっしゃーってもう全国優勝したぐらいの勢いで喜んでたんですよ当時はなんだけどいざその女の子と二人っきりで会ってじゃあみたいな空気になった時にすげえなんか付き合ってない女の子にそういうことをしてもし妊娠なんかさせたら絶対責任取りたくないし怖いしみたいになってなんか俺悪いことしてるんじゃないかなってすごい不安になってあー急に純粋ぶってきた おっぱい揉んでるとき俺死ぬほど不安で足震えるぐらい不安だったんですよ付き合ってない子のおっぱい揉んでるときにで揉んでるときあまりにも不安になりすぎてあ、ね、先輩から部活来いって言われたから俺帰るねって言っておっぱい揉み逃げしましたもん帰りましたからそのまま本当にごめん先輩から呼び出しくらったからって言ってその後 LINE したらあ LINE じゃないその時メールだったんですけどーメールしたらブロックされました、はいはい、うわーなんか複雑っすねいやなんかそれは恥かかしちゃったな女の子にと思ってまあ今だったら全然いやもう今だったらもう全然もう全然ござーす急にあの頃は俺は清らかでしたマジで逆になんかマロ君から俺にぶち込みたいとか聞いてみたい内容ありますか真人の年収でも何でも買って答えますあめっちゃ気になるえ真人君ってでもプライベートって何してるんですかねプライベートはマジ死ぬほど隠したがるんでるはーって思いながら多分この動画見てますよ今おい本気で言ったりしねえよな一切連絡来てねえぞ確認取られてねえぞって思いながら多分今この動画見てますよ真人君は僕の 何倍ぐらいもらってんだろうでもすごそうだないやーもうそこはもうちょっと怖いんでああ丸くん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 何すかちょっと待って真人君いくらぐらいもらってんすかねこれが答えですねいや分かんないですけどえマジでマジでそれはやばいそれはやばいやばいやばい、まあ、こうやの王なんでやっぱえこれ好きっすかえいや何の話っすかえ俺今あのスコープ余ったからあげただけですけどじゃあ何これこれスコープあげただけなんですいませんやめてくださいあ待って待って待っていますいますいます当てたおナイス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 あ待ってあの285からもなんか別のやつ来てますねあ本当だ当てたあナイス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 当てたえ知らないのナイスナイスいや俺が一発当てればあナイスナイスナイス残り9人か残り9人でぶっ飛んだ話しますか残り9人でじゃあ今までにした一番やばいプレイを教えてくださいね寝ている最中とかですかねどういうこと女の子が寝てる時に無理やりチンチン突き入れたのああの逆もありますあ寝てるやんモーラをえでも割となんか嫌いじゃないですよね普通にでもそういうえ怖くない良くないですかなんか起きた瞬間から気持ちいいって良くないですか起きた瞬間から気持ちいいなかなかのパワードかもしんないまあなかなかない経験あやばい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 あごめんなさいギリギリ切ったんですけどあのそこのあそこにいたのか仮面されて寝ていいですか行きますよいいっすよいいっすようわぁ撃たれてる撃たれてる撃たれてるそのところから撃たれてるあっエアドブリーム逆に噛みすで見られた見せられたいいなぁ朝から気持ちいいか俺もさでもさしゃぶられて起きるっていうの人生で一回はしてみたいなって思ってたんよそれでも多分すごいいいっすよ多分って思ってたのもうね、はいはいはい、あのね29歳8歳にもなるとね朝立ちしないんですよそもそも立たなくなったらでもおしまいですよねもう女遊びもできなくなっちゃう立たなくなったらおしまいとかやめてくださいこの動画見てると何人が立たなくなってると思ってんですか俺だっていっぱいね、お薬飲んだりとかね、はい、サプリメント飲んだりとかしてるんですよえ、あれ結局 お薬とかってどうなんですかめっちゃ強いよ、効くよめちゃめちゃ効くよ、ま、ああまた倒れる、やめてマロ君だっていずれ飲むんだって、はい、バキバキネイスってなるからやばいな、俺じゃあ飲みに飲みに行きましょうよって誘い方やばすぎるでしょえ、でもそんな聞くんすね飲みに行きましょうよとりあえず生でエビシンでしょ倉庫かな多分倉庫っぽいっすねナイスナイスどこだろうおし、取り出しおいナイスおばあさんここの上いますここ駅の上駅の上っすそうそうそうあの今毒ガス投げられてるところめっちゃ投げられてるかわいそう絶対重いだろなあんな
あ、ナイス、ナイス。じゃあ今度飲みに行きましょうか。大人の話も聞きたいんで、僕も大人になりたいです。大人にしてください。こうやってマロ君も汚れていくんやな。え、グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとへっしょ食らわなくなりますよ。あ、ね、頭がない、へっしょ食らわない裏技。さあ行くぞ、奇跡を起こす、奇跡を起こす、いけるいける、やった。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。